でゴルの取り方としては入り方としては右足がトップで、この時に右のつま先は外側に行ってください。で外側の方につま先が行ってるんで、そっちに膝を向ける。でそのまま左足を置いて、グラブはそのまま前にこういう感じでイメージ で正三角形の頂点ぐらいに行くような感じでグローブを落としてあげる。でグラブはちょっと早めに、イメージ的には2メートルぐらい前で落とすイメージ。それで中心線に持ってってあげる。で取った時に、今度は取ったら右足を早く左足に周辺に持ってきて投げてあげる。形としては右足トップ、左足を落としてグローブを正三角形の頂点、そこからその方に持ってきて投げてあげる。このリズムで練習やるようにお願いします。